はいどうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回は SNS 等で話題になった小野伸二選手のあのトラップにチャレンジして、そしてコツも解説していきたいと思います。はい、それではやっていきます。はい、という感じで、まあ、やり方としては片手でボール持って、でそれをこう上にこう振り上げて、まあ、地面にこう落とすと。でその中で、まあ、普通まあ地面に落としたらこうバウンドして跳ねると思うんですけど、それをまあ、つま先でトラップしてボールをバウンドさせないっていうね、ツイッターとかインスタとかで結構話題になった、小野伸二選手のあのトラップなんですけども、まあ、冒頭にお見せしたと思うんですけど、まあ、こんな感じでこうスッと開けてこすっていうね、まあ、恒例ですよ。こんな感じで、はい、まあ、僕もなんかまだ完璧にできるってわけじゃないんですけど、このトラップがサッカーの試合中に使う機会っていうのはボールを手で持ってる時点であまりないと思うんですけど、ただこれをマスターすることによって空中に浮いたボールとかをこうスッと止めやすくなったりとか、こうスッとこうトラップしやすくなると思うんで、こういうね小野伸二選手のあのトラップのチャレンジとかを自分でちょっと自主練でやってみてマスターするっていうのもいいと思います。はい、とりあえずじゃあコツをお伝えしていきたいと思います。まあ、ボールをこう叩きつけて、ボールがこう落ちた地面に落ちる瞬間にインステップではなくて、まあ、つま先にしっかりと当てるっていうところですね。インステップになっちゃうとどうしてもボールが跳ねやすくなってしまうんで、こういう感じで足の甲に当てるんではなくて、このシューレースとかがあるエリアじゃなくて、しっかりとこのつま先エリアにボールを当てるっていうのがまず一つ目のポイントになります。こういった感じですね。つま先にしっかりと当てる。あと小野伸二選手もあの動画の中で言われていましたけども、つま先に当たる瞬間にちょっと引く、つま先に当たる瞬間に足をちょっと引く、そうすることによってボールに軽くバックスピンがかかって、それによってこうここにボールがスッととどまってくれるっていうね。まずはつま先に当てる、で当たった瞬間にボールをちょっと引く、そしたらここにスッととどまるっていう、でピタッとボールが止まるっていう、まあ、メカニズムになっております。で最初はだからまだねマスターしないうちはあんまりこう強くこうブーンってやるんじゃなくて、比較的優しめにこうこういう感じで、まずはちょっとこうこのつま先トラップのやり方に慣れていくっていうのが大事なんで、最初はこう優しくこれでね、こういう感じ。まあこれをちょっと練習していけばそのうちまあマスターできるとは思うんですけど、よりなんかこう大事なポイントとしてはつま先を上げすぎない。こういうつま先トラップするときってさっきやったみたいにこうボール胸取らしてこうスッとここに収めるときって比較的そのボールを迎えに行くと思うんですよね。落ちてくるボールに対してこうスッてこの辺でタッチして、そこからこう勢いを殺していって、まあここに収めるみたいなボール、こういう感じで、そのイメージだと小野伸二選手のあのトラップっていうのは難しくて、つま先を上げすぎない、ボールの勢いを吸収する、これスッてね、こういう感じ。なるだけ地面に近いけどちょっと当たった瞬間このギュッてなるのもちょっとあるみたいな、でこう当たった瞬間にスッと引く、っていうところになります。はい、なのでね
まあ僕は全然プロのサッカー選手ではないですし、単なる一般のアマチュアプレイヤーなんで、アマチュアプレイヤーでもしっかりと練習すればこのようにマスターできるっていうのをね、皆さんにお伝えしたかったんで、まあ、最近なかなか中高生とか部活動できないみたいな状況が続いてますけども、個人練習みたいな感じでやるっていうのもありじゃないかなとは思います。というわけでこの動画がなんかちょっと参考になったなと思ったら、ぜひ高評価の方をよろしくお願いします。はい、激坂チャンネルですね、僕スパイクマイスター浩平が普段はこうスパイクのレビューとか主にやってまして、でこれからねこういったなんかサッカーテクニック講座みたいなのを僕ができる範囲でやっていきたいと思っておりますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター浩平でした。